はい太郎です以前ね名古屋でも頂き女子が出たと大学生かなうんあのまあここでもいちいちね名前言ってもあれなんだけど私はリリちゃんのマニュアルに影響を受けてマニュアルでっていうふうに思ってたんだけどその、えー、女の、えー、裁判があったんです先だってね名古屋で。その時に私とお話しした えー、被害を受けた,かったね、うん、その後ね、あのー、いろいろなこの被害者の会みたいになって仲間ができて,ってでテレビにも出ているんですよねテレビの取材も受けているっていうことでで第1回目の、えー、裁判の傍聴もされたという、ね、それが週刊誌にもなったりして、ねまあ、本人は頑張って要するにこの彼としての意思としては。 こういう事実があったよってことに世に知ってもらいたいと。自分みたいに、私みたいに、僕みたいに被害に遭ってる人いませんかっていうふうに言ったら何人か数人か名乗り出たと。ただ金額が少なかった。で、証拠がないとかって言って立件できない。だけども大きい金額で立件されてるのがあるので、第一回目の後半を見に行ったということですね。で、そこで、えー あの記したことを私に教えていただいたので彼にね提示した本名住所は本物であったということですまあ冒頭陳述で罪状認否のところに氏名年齢だったり住所だっていうことを言いますからで母親が「病気でもう死にそう」って言ったけど母親は生きているで付き合っていた彼氏のホストの名前ホストの犯行 名前も分かっているとここですマニュアルはリリちゃんのリリコミットではなくのんちゃんなんかのんちゃんって新しいので出てきてません、ね、のんちゃんと同じくあの文章で,で電話でのコンサルが購入金額は9万円とだからそういうことをやってる人たちがいるってことですねうんりちゃんではなかった、うん、まあ15分程度でえー 裁判終わって、次の期日は8月21日ということになってます。まあ、それが、えー、東海地方のネーテレと、えー、東海テレビとかで、こう、東海テレビのインタビュー、あの、流れたのかなうん。うん。そういうふうになってるんですね。で、傍聴を終えた、 おじさん数名と仲良く名古屋観光名古屋城の観光をして書いたということでまあねえこうなんか被害者の年帯というかねえなんかこの人たちにね幸せがあってほしいですよねうんでもこれ やっぱりこの流れは良くなくてまあこういうことを私が言っていくのはこういうことすると捕まるよと捕まるようんで結局ホストに貢ぐといういやこれねだんだんどんどんホストが糾弾されてホストがやりにくくなるようにホストイコールこういう悪の片棒を担ぐというふうに見られても仕方がないですよねうん実際これだけ被害が多くてでこの うまく利用された女の子はまあおそらくこれ執行猶予にならないと思いますよ実刑だと思いますよねえ集めたお金は全部ホストでってなんともなあこれうんねえ多分そうじゃなかったらこんなことやらないと思うんですよそこまでは。 うん無理のない無理のある取り方無理もうやっぱり破綻してるんですねやり取り4前のやつを参考にしてもらえばいいんですけどそのもうついつまがってないまありりちゃんなんて最後までわからないようにやってるけどうんもうあったえ喫茶店に行くやれ何言って感じのいい服だけど途中プチンって切れちゃうわけですよ。ねえ。 で、まあ、その被害者の人たちと会うとこっちでは具合が悪い人もこっちでは楽しくっていうことが全部あれ、もう全部嘘で固めちゃってるんで、ね、なかなかなって思うんですけど、うんまあ、悲しい事件ではありますね、これ。こういうことを世に通っていって、もうこれを、 あの被害に遭わないようにするっていうこともありますしまあねこれがねそういうことをやるあの20代前後の女の子たちが私の動画を見てるとは思いませんけどオ、うんまあ、オレオレ詐欺とも一緒です最近オレオレ詐欺のねあの相談とかもよくあるのはその彼氏が捕まってっていうことです。 彼氏が捕まってどうしたらいいんでしょうか一生懸命なんですね。でも私は言います。もうこれは、あの、あなたがやることは何もないですよ。とうん。なんとか執行猶予になんとか、いや、そういうことじゃなくて、もう、このご時世、お礼を詐欺をやったらどうなるかっていうことが分かっているにもかかわらず、やるという考え方がおかしいんですと。出来心じゃ済まされないんですよ。もうどうなるかって分かってるんですよ。分からないなんていうなったら、あの、 その男の人を喋、知ってるわけじゃない。私はその人だけのことを考えた。私があなたの親だったら絶対反対しますからね。そんな男は別れなさい。もうなかったことにしなさいと。一切手を隠す必要もないし、実験、長い実験に行った方がいいです。こんなの中途半端で仮に、ね。うん。執行猶予とか短い刑になったら、また悪さすぎますよ。そんなの。うん、だから、 その内容云々んじゃなくて今これをやるってことはおかしい。だから今パパ活みたいなことをして男の人から女の人が金を引っ張るってことはもうおかしい。もうおかしいって分かってること、曖昧でグレーじゃなくてもう完全にブラックになってることをやるってことはもう頭がおかしいんですよ、それは。っていうか目先のお金に行ってしまう。 人の財布を盗んではいけません。万引きはしてみいけません。そこにあるものに我慢できなくて食いついてしまう。そんな人と人生共にできますかって話です。単純に。ただ、一方で、目の前にあるものだ食いついてしまう人にが相談が,が来れば、その人には相談しますけど、私はそっちから受けてるわけじゃないので。うん。その周りの女の子だったらいいっていうことですね。まあ、今回の男性からの相談っていうのは、もうこの方は、 もう分かってたんですもうお金を戻ってこさそうとは思ってない自分も悪かった自分もそういうふうであったのも仕方がないだけどもここを世に知ってもらいたいということですねだから私はそのその潔というかそ,の若そこに私はあこの人にちょっと協力してみようかなって思ったし今もこうやり取りがあるわけですねうんで実際そうやってこの公表したことだったりこの そうなったことによって、広がっていって、被害を受けた人たち。だけど、この方が言ってるのは、職場の環境だったり、住んでる状況で女性と知り合う機会がないと。うん。そうすると、やっぱりこういったアプリに頼らざるを得ない。会社に女性もいない、地域にもいない。 今なって外出てナンパなんてもうありえないですもんねそんな声かけるなんてことはできるような状況じゃないですしそんな人えって話になっちゃうわけですからじゃあなんか紹介っていうのもあれですし有料だったり何だったりしてもそのアプリに頼っていくしかないとねその課金するようなねところであってもこういうことがあるわけだからうんなんともなというふうに思うんですけどねえ、うん まあこういうね、ことが起こった。まだ、あ、裁判でね、これ、結果がどう出るかっていうことがね、またわかると思いますけど、それはお伝えしたいと思います。はい。はい、皆さん、最近、チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう、実は、漫画、極道楽園、ね、極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。 url 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい本です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。 ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。